ボーイのいたるでーす。突然ですが皆さん、やりたくて始めたはいいけど続かなかったことってありませんか？僕が見たとあるネットの記事に書いてあったのは、ジム、ランニング、片付け、日記、ダイエットとか書いてありましたね。きっとこの中で、私それ続かなかったのーっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕もですね、続かなかったことってたくさんあるんですけども、一番できなかったのが早寝早起きなんですね。で、人間絶対早寝早起きの方がいいじゃないですか。だから生活リズム変えようと思って何回も何回もトライしたんですけど、全く無理。もうね、3日坊主にすらならないというざまでございまして、今も無事朝6時から6時半ぐらいに寝る生活が続いております。まあ生きてれば生きてる分だけですね、そういう後悔ってちょっとずつこう増えていったりするものだと思うんですけども、僕が今までの人生で一番後悔していて、あれやっときゃよかったって思っているのが、ギターなんですね。で、僕は中学生ぐらいの時にですね、コブクロさんに憧れて、ギターをなんとか手にしまして、こう弾いて、あ、これが C か G かとか言ってやってたんですけども、当時の僕は音楽の知識なんていうのは全くなくてですね、で、今ほど YouTube みたいに、こう、わかりやすい動画を見れることもなかったので、教則本を買って、それをこう見て、やる日々が続いていたんですが、全然上手くならなかったんですね。まあ当時の至る少年にはちょっとハードルが高かったんでしょうね。こうあんまりちゃんとできずにギターをこう手放してしまったんですね。そして時は経ち、20歳ぐらいの時に僕はピアノを始めて、音楽で生きていこうと心に決めるわけですけども、弾きながら歌ったりとか、曲作ったりとかして、打ち込みができるようになったんですね、パソコンで。で、パソコンで打ち込みをするとですね、ピアノの音はそれっぽくできるようになったんですけども、ギターの再現っていうのは、ピアノではできないんですね。もちろん、それを、サポートしてくれるソフトっていうのもたくさんあるんですけども、まあ、生で弾いた人には絶対に叶わないわけですよ。そしてね、今までこう、何百曲も打ち込みをしてきましたけども、何度ギターが弾けたらいいと思ったことが、ここにギターのあのストロークのニュアンスが入ったらいい感じになるのになっていうのをもう何十回も何百回も何千回も何万回も思ったわけですよ。そしてまあこの話とこの動画何の関係があるかということなんですけども、ちょっとこちらの動画をご覧ください。1週間でリフティング50回できるようになってもらいます。これコツが全然わかんない。10回もいかない。1日目のリフティング練習終了でございます。今日は奇跡が起きて最高記録9回。あと6日間で41回できないといけないですね。練習3日目でございます。今日は15回やるまで帰れまってんということで、頑張りたいと思います。13! 11回。13回。カメラに映ってないとこで15回できた。おはようございます。おはようございます。はい、ということで見ていただきましたのは、1週間でリフティング50回できるかチャレンジ動画でございます。今はですね、サブチャンネルのイタルの遊び場という方に上がってる動画なんですけども、1週間チャレンジ企画というのをやっておりました。で、僕はサッカーを見るのが本当に好きなんですね。でもやったことは全くないので、もうドヘタもいいとこなんですけども、そんなドヘタな僕がですね、1週間毎日頑張ったら、リフティング50回できるようになるかっていう検証をやったんです。で、本番見せるチャレンジは失敗しちゃったんですけども、その前の練習で50回できたんですよ。で、ちょっと考えてみたんですけども、あれが例えば動画を撮られていなかったとするならば、リフティング50回できたかなって思うわけですよ。っていうのは、動画をいいものにしたいっていうことと、動画っていう時間を使って練習ができる、やったラッキーっていう気持ちと、せっかくなら上手くなりたいっていうこの3つの気持ちがですね、ガッチャンコしてあれができたんですよ。で、これは僕の持論なんですけども、何か目標を達成したいとか、
成し遂げたいと思った時に一番いいのは後に引けない状況を作るっていうのが僕はすごく大事だと思ってるんですよ。まあ、言った手前とか、誰かに見られてる意識とかがあるとこうちょっと背中がねピッとこう伸びるじゃないですか。で今回はその習性を利用してですねギターを弾けるようになりたいと思います。でもちろんですねギターを舐めてはいません。今ギタリストがたくさん仕事をしているのでギターがどれだけ難しくて繊細なものかっていうのは理解しているつもりです。今回はですねこれからこの YouTube を通して少しずつではありますけどもギターが弾けるようになっていく過程をお見せしていきたいなと思います。もう今これね弾けるようになっていく大前提の話なんですけども、あの練習すればできないことって絶対にないと僕は思ってるんで頑張っていきたいと思います。でできればその様子を見てですね私もできるかもとか私も始めてみようとか思っていただけるようにこう頑張っていこうと思います。そしてまあ肝心のギターなんですけどももちろん持ってません。持ってなかったんで買ってきました。いでよギターギターです。ということでこの動画を思いついてからですね速攻でギターを買ってまいりました。もうせっかくなのでもうデザインと音が気に入ったものをちゃんと選んでまいりました。めちゃくちゃかっこよくないですか。もうこの気持ちはね中学校の時の僕と全く一緒。いやーかっこいいな、テンション上がるな。でこれからまあこのギターをねあの練習していくわけなんですけども本当に弾けないんですね。なので今どんなレベルかっていうのをねちょっとお見せしていこうじゃないかと。まあ、見せるものもないんですけど。ウィー。いや、ギターっていいね。ギターっていいね。G だよね、これが。で、これが Em でしょ。で、Am。ちゃんと音が鳴らないですね。かっこいい。本当にこう C とか G ってこんな形だったかなみたいなそのぐらいの知識しかないです。なのでこれからですねこのギターと共にちょっと練習を積み重ねていって理想は、曲作ったり、弾き語りをしたりとかあと自分でレコーディングをしたりとかできるところまで、頑張って持っていきたいと思います。今はねこれを一個ずつ押さえるのがもう精一杯でございます。ということでその目標に向かって、頑張っていく様子をこの YouTube を通してお見せしていこうと思います。もちろんカバー動画とオリジナルの投稿そのまま続けますのでそれプラスアルファでちょっとやっていこうと思います。さあできるようになるんでしょうか。行った手前後に引けなくなりました。ということでこれからのギターイタルに乞うご期待でございます。それでは見てくれてありがとう。願い